最近ここのパン屋がめちゃくちゃうまいなと思ってですね、一押しのパン屋をですね今日ご紹介したいと思うんですけれども、茨城県つくば市にあるダビットパンというお店ですね。ダビットペインと書いてダビットパンです。ここはフランス人オーナーがやってるパン屋さんなんですけれども、すげえうまかったですね。なんかパン食って久々に感動しました。なんか評価がネットの評価ですね、口コミとかがめちゃくちゃ高くて、朝7時半オープンなんですけれども、7時15分ぐらいに朝からパン屋のためにちょっと早く起きてですね、買いに行ったらすでに十何人並んでてですね、うわーってなったんですけれども、まあ並んだだけあってめちゃくちゃうまかったですね。茨城県にも住むの方はぜひこのダビットパン行ってください。フランス人の方がやられてます。めちゃくちゃうまいです。パン食って感動することなんて多分本当ないと思うんですけど、感動します。ということでですね、今回は服選びで陥る罠という形でお送りしていきたいと思います。本題に入る前にいつもありがとうございます。見てくださる方本当嬉しいです。コメントだったりメッセージだったり、どんどんお待ちしてます。一個ずつちゃんと見てるんで、ちゃんとした、完璧な感じで返してるかわかんないんですけれども、見てるのは絶対にちゃんと見てますんで、これからもぜひシェア、メッセージ、コメントよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということでですね、今回も懲りずにくだらない内容です。もうタイトルからしてくだらない内容っていうのはわかると思うんですけれども、しょうもない内容です。服選びで陥る罠についてです。最近休日家を出るときにですね、いろいろなんか悩むことがあってですね、本当に服がなかなか決まらないんですよね。で、全然家から出れないっていう、今日はこれ着てこうとか考えてですね、いろいろ考えてるはずなんですけれども、いざクローゼットを前にすると、なんかこれとこれなんかどうなのかなみたいなこととか、こっち来た方がいいんじゃないかなとか、今日の天気これだしなとか、なんかいろいろ余計なことばっか考えてですね、服が全然決まんないんですよね。で、もう家出る時間だとか思ってるんですけど、なんかギリギリまで決まんなくて家から出れないみたいな感じの罠に陥ってます。この現象皆さんもよくないでしょうか。本当に服選びの罠ってこれかなと思ってて、罠にはまってですね、遅刻するとか、そんなことになっちゃったらですね、やばいんですけれども、もうそうなりそうな状況に最近よくあるということですね。今日はこれを着てくって絶対決めていたはずです。絶対決めていたはずなのに、全然決まんないんですよと。家を出る直前になって、いろいろ気になり出す余計なことが頭をよぎるということですね。まあさっきも言ったんですけれども、そんな感じなんですということですね。服を選ぶとき、僕だったら、今日はこのスニーカー履くんで、これにこれを合わせようみたいな感じを考えるときもあれば、トップスですね。トップスこの色で、このブランドだから、それに合うようにスニーカーこれで、デニムこれでとか、なんかスニーカーを基準にするときもあれば、メインとしてできるトップスを基準にする時が、いろいろその時によってバラバラなんですけど、基本これをどちらかを決めて、今日はこれ着るぞっていう風に決めていくんですけれども、一度その自分で決めた基準に沿ってアイテムを選んでいるはずなのにもかかわらずやっちゃうんですよね。なんか気になりだしちゃってですね、収集がつかなくなると、なんかよく見るとこれ色あせおかしいんじゃねえかとか、サイジングなんか変なんじゃねえかなみたいな感じで考えたりしちゃうということですね。例えばメッツカラーで合わせるんだったら、なんかちょっと青多くねえかなとか、ちょっとなんだろうくどいかなとか、逆にちょっと外しでこれ入れたら面白いかなとか考えて、うわーってなってってですね、なんかいろいろ持ってる服でどんどん試し出しちゃって、やべ、もうあと10分で家出なきゃいけないんだけどみたいになって、なんか家出る3分前まで入れなきゃ決まんねえみたいな感じです。あとはサイジングだったりですね、せっかく色合わせとか、じゃあ今度決まりましたと、メッツの例えばコーデするとして、全身メッツでメッツカラーで決まりました、なんか色合わせもいい感じに決まりました、でもよく見た時になんかサイジングおかしくねえかなみたいなこととかも、なんか今度気になると、スニーカーのボリューム感とトップスとデニム、なんか全てが一致してねえみたいな、曲で言ったらなんか BPM 合ってねえなみたいな感じですかね、あれなんかこれなんかおかしくねえかなみたいな、なんかトップスのBPM は100で、ボトムスの BPM 80でみたいな、スニーカーがなんか90でみたいな、なんかつなげなくねみたいな、なんかすみません、ちょっと意味わかんないかと思うんですけれども、なんかうまくしっくりこなくって、色合わせはいいだけどサイジングが、でもサイジングが合ってるでも色合わせがみたいなこととか、なんかいろいろ、あとそこに意味合わせとかも絡んできちゃうと、もうほんとわけわかんなくなるって感じですね。で、そんな感じでどんどんドツボにはまっていきましてですね、はい、やらかしていくっていうかですね、ちょっと今僕のなんて言うんでしょう、経験談をですねざっと語っていったんですけど、同じように感じてる方いたら本当コメントください、お願いします。俺だけじゃねえんだと思うんだけどなみたいな、この現象になってるなっていう風に思ってですね、すげえ本当しょうもない内容なんですけど、今のこう喋ってるって感じですね。いやあるでしょうっていう形でしょうか、こういうことは。で、今夏だと思うんですけれども、夏の場合、例えばキャップ決まりました、トップス決まりました、ボトムス決まりました、スニーカー決まりましたってなってきた時に、今度ショーツ履いた時でやっぱソックスもこれ意味合わせできてないと
といけないってことですよね。なんか例えば何でしょう、結構なんか 90s の加工してるはずなのに、なんかソックスがちょっとテイスト違うのしか持ってなかったら、なんかまたそこで考えたりとかで、このコーデの場合ソックス黒にした方がいいのか白にした方がいいのかで、ここを白にするとなんかトップスとの相性合わなくなるし、黒にするとまたなんか、キャップの色もなんか合わせなきゃなとか、なんか、もうなんか一個変えるだけでなんかちょっとずつ狂ってって歯車が合わなくなっていくっていう。だからショーツ履くときソックス気にしなきゃいけないっすよね。そうで、肝心なときに、あ、今日このコーディネートのソックスやべ洗っちゃってるわみたいなことで、持ってねえわみたいな感じで、うわどうしようみたいな、ショーツ履くのやめるか、ここ逆にデニム今日履くか、でもデニム履くと夏暑いしなみたいな、じゃあそうショーツしかねえよな、でもショーツに合わせんだったらこのソックスとやばいから、ソックスに合うようにスニーカーこれに変えて、でもこのスニーカーを履くんだったらトップスこれになっちゃうよなとか、そういうところまで考えてるとですね、マジでわけわからなくなってっていう感じでしょうか。まあ僕が気にしすぎなだけなのかもしれないんですけれども、やっぱりその服を選ぶにあたって色合わせ、意味合わせ、サイジングっていうこの3つに関しては絶対に妥協できない部分だと思うので、どっか1個でも、外してしまうと、もうその時点でアウトになってしまうんで、そこをいかになんか自分の中で落としどころをつけて納得させるかみたいなところもあるんじゃないかなというふうに思います。この話をもし聞いてくださってる方がいて、少しでも分かってくれるっていう人いたら本当マジで嬉しいです。はい。あと、さっき言ったそのサイジング、色合わせ、意味合わせ、大丈夫です。問題ないです。ってなった時に、さて家出ようと思ったら、なんかこれ雨降りそうじゃねみたいな。今度、悪天候とかだった場合に、これどうしようみたいな。キックスこれ雨の日、雨降ったらやべえんじゃねえかなみたいな感じで、またそこも考えてしまって、うわぁ、せっかく決まったのに今日なんか、天気予報、雨 50% になってるみたいな。万が一降ったらこれやべえんじゃねえかと思って、どこのキックス履いてくの今日やめとこうかなみたいな、万が一汚した場合のリスクとかが脳裏に浮かんじゃって、せっかく家出る、やっと1分前2分前でこうで決まりました、家出ました、空見上げました、曇りでした、天気予報見ました、降水確率 50% です、あやばいでしょみたいな、あ家戻ろうかなみたいな、せっかくここまでギリギリまで考えてこうで組んだのに天気が邪魔するんだみたいなことになってきて、うわー戻ろうかなみたいな感じで、いやでもなーみたいな、せっかくここまで来ちゃったしな、でもフレッシュなスニーカー汚したくねえな、でもまあ行くしかねって言って、はい、行ったらもう基本的にはですね、大体雨なんですよね。でスニーカー汚すっていうもう決まりのパターンですね。まあそんなことや考えているうちにですね、結果もう着る服が決まらず、もう予定の時間いろいろギリギリになってるわけですということですね。はい、もう結構この罠に陥っている人たくさんいるんじゃないかというふうに思っております。結局なんかまあいろいろ脳裏をめぐって、今日はこれで行く、じゃあなんか決まんない、いろいろなんか考えた末に、もうなんか最初に決めた服と、しかもなんか全然今日違う服着てるわみたいなことがもう普通にあるんでですね、はい、もう気にしすぎなのかそれが普通なのかわからないんですけれども、もうこれはしょうがないんじゃないかなと、もう罠にはまって、休日は過ごすしかないんじゃないかなと、100点満点の日なんてあるわけありませんという感じでございます。ということでですね、あのすげえくだらない内容だったんですけれども、はい、皆さんどうでしょうか、こんなことありますでしょうか、はい、僕だけなんですかね、わかんないですが、でまあいろいろなんかですね考えたうちに、なんか結局合わせやすい無地のアイテムばっかり着ちゃって、はい、なんかロゴ入ってるのとかブランド物の服全然着なくなっちゃうという、はい、無地だと楽なんで、とりあえず合わせやすいしいいや無地でみたいになってですね、結局なんか無地ばっか着る、これもあるあるだと思います。で大事な服は結局着ないで終わるみたいな、結局無地ばっか着て、せっかく買ったいい服は着ないでですね、気づいたら旬を逃して終わるみたいなこともあるあるなんじゃないかなと、これも罠ですね、はい、ということでした。はい、で最後に恒例の一言なんですけれども、この映画ザ・ロックですね、これはマジで自分の中で超クラシックだと思っていて、全然もう話変わって申し訳ないんですけど、ザ・ロックは何回も見たんですが、本当にこの映画感動的ですし、 BGM が神がかってるし、いや本当にこのアクション映画は本当にアクション映画を超えたアクション映画なんじゃないかなというふうに思っております。はい、以上です。ありがとうございました。